幸せになろうよ。ピピ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 。目覚まし時計を止めて、ああとおもむろに目を覚ました純平。床の上で寝ていて上半身は裸。視線の先に赤いシャツを見つけて手に取るが、どうも俺のではないという表情。するとバサバサッとベッドの布団が音を立てた。果たしてそこにいるのはまさか春菜？まるで大切なことはすべて君が教えてくれたの第1話の冒頭シーンを彷彿とさせた感じもするんですが、ああおはようと布団の中から現れたのは案の定上野。笑わせてもらいましたね。覚えてねえのかよ、昨日どんだけ飲んだか。呼ばれて行ったらもうベロンベロンでよ、しょうがねえから俺が家まで連れてきてやったんだろ。そして純平が泊まってけ泊まってけって言うもんだから、結局上野は帰れなかったっていうのが真相。でもそんなにベロンベロンになってても原因となった女性の名前は明かしていなかったんですね。それにしてもこの二人の友人関係なかなか微笑ましいですよね。ただ一つ気になるのは、友達の上野がなぜ敗者なのか。それは純平が普通の人なら切なくって胸が痛くなるべきところが神経がこんがらがっちゃってるから歯が痛くなるっていう、まあいかにも無理がある設定にした上で、頻繁に友達に会いに行くっていうのを悩み相談目的では決してないとしたいからこその苦肉の策だったんでしょう。要するに結婚アドバイザーが自分の恋の悩みを他人に聞いてもらうっていうのはね、いかにも不自然ですから。なるほどね。しかし純平の友人上野貴雄を演じているピースの綾部裕二、スマスマでスマップのメンバーにも言われてましたが、芝居がうまいですよね。まあもともと漫才よりはコント派ですし ね、それにピカルの定理なんかでもやってますし、ただ実際のところコントとドラマは結構演じ方に差を持たせなきゃいけない。特に間合いがね、コントっていうのは結構作られた部分多いじゃないですか。でも今時のドラマは本当に自然な間合い。確かに、ね、そういう意味では綾部裕二なかなか自然でね、いわゆるお笑いタレントがドラマもやってますっていう域をはるかに超えてる雰囲気はするんですよね。ちなみに綾部裕二自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、役作りはそんなに意識はしていません、それよりも僕が出るシーンは視聴者の皆さんの箸休めのような感じになればいいんじゃないかなと、笑いどころとまではいかないかもしれませんが、ここはもう気を抜いてみてくださいみたいなポジションでいたいとは考えています。キャラクターに関してはああなるほどって、女好きだったりする割と僕に近いキャラクターでしたから考えてみるとよかったです。まあ自分に来ることはないとは思いますけど、固い感じのエリート弁護士や医者役なんかだったらすみませんけどできませんってなったと思います。とにかく最初に話を聞いた時はびっくりしましたね。いつもマネージャーと飯食いがてらにミーティングをしているんです。この春からの出演番組を教えてもらっていた時に、いいとものレギュラーになりますと言われ、マジでって驚いて、他の番組を順番に聞かされ、来たな俺たち、あとはドラマだななんて冗談交じりで話してたら、ドラマもあるんですよ、月9ですって。嘘ですよね。やっぱりドラマで役を演じるのは大変です。お話をいただいた時に思っていた以上に実際に収録に入ると難しさを実感しています。実際にオンエアを見ても自分の評価は難しいんですけど、こいついい芝居してるなとはやっぱりならないですね。まだ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 って。ところで結婚相談所が舞台になってるんですが、僕自身はこういう性格なのでお世話になることはないと思います。でもそういった出会いも素晴らしいですよね。街で気軽に女性に声をかけるようなことができない人も多いでしょう。そんな方にとっては出会いをセッティングしてもらう場所も必要です。そうして出会ってお互いが本気で好きになれたらいいんですから。ナンパだったり同級生だったり仕事仲間だったり、恋愛のきっかけは何であっても変わらないと思います。なるほどね。そしてまあなんだかんだって挙句、ついに春菜が自分の気持ちを結構回りくどく純平に伝えたわけで、いつも一生懸命なんです。自分のことよりも相手のことを思いやって気にかけるような人で、目の前の人を幸せにするために必死で、そのためだったら自分の気持ちもずっと隠し続けてきて、その人に言われたんです、好きだって、好きだって言われたんです、その人に。
いきなりで、まさかそんなこと言われると思ってなかったから。初めて気がついたんです。私が今までその人に何でも相談してきて、それが当たり前になってたことも。でもずるいと思うんです。今になってその人の優しさに気づくってずるいと思います。でも私もその人と見る景色がすごく綺麗で、その人と食べるご飯がすごく美味しくて、その人と過ごす時間がすごく楽しくて、だから。すると純平は春菜の手の上に自分の手を重ねて、いい感じでしたね。しかしその一方で八代はようやく妻の嘘に気づき、さらにみゆきはプチ家でしてきて、私純平と結婚すればよかった。もうね、本当に女性ってわがままですよね。ちなみに公式ブログの純平日記の方はですね、5月24日火曜日、6話キュンキュンしてくれましたか。僕も見ててキュンキュンしてしまいました。キュンキュンしたと思ったら、みゆき、何、どうして、どうしてなの。今7話撮ってますから、お楽しみに、また来週。ということで、気になる視聴率の方は 11.8 と多少盛り返した幸せになろうよ。よかったですね。これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。